撃。これで4連勝だ。今日はお前のガッツに引っ張られたぜ。おお、ありがとうよみんな。石崎、おめでとう。今日は負けたぜ。けど翼のいない軟骨をこれだけまとめ上げるなんて思ったよりやるな。まあ俺も小学生の時にはキャプテンやってたからな。けど今の軟骨がまとまってるのは俺のおかげってわけでもない。試合前に松山が言った通り、翼がいないからさ。俺たちは全国大会を制したチーム。いくら翼がいないからって負けるのは許されねえ。そして怪我を完全に治した翼をもう一度ピッチに立たせて、無敗のままブラジルに送り出す。その気持ちが俺たちを団結させてるんだ。なるほど、道理で強いわけだ。翼の怪我が治ってまたピッチに立つ日、俺も楽しみにしてるぜ。それじゃあと2試合頑張れよ。ああ。チームのみんなが同じ気持ちを持っていても、南上線の小田みたいにそれが先走って気負いになってしまうこともある。そういう時、キャプテンが選手の気負いを正しい力に変えてやらなきゃならない。今日の試合を見てると、石崎にはそんな力があるのかもな。あいつのボールを奪う技術と諦めない粘り強さは大したものだ。この先にある国際大会では苦しい場面も多くあるに違いない。その時に必要なものをあいつはすでに備えている。代表を目指す者として俺も負けていられないな。石崎、だいぶ疲れてるな。そんなことはねえよ。俺は元気の塊だぜ。隠さなくていいよ。石崎が一番大変なのはみんな分かってるんだから。翼の代わりにキャプテンをしながら、あんなに毎日朝から晩まで練習して試合でも全力出してるんだ。疲れない方がおかしいさ。森崎、そういえばお前も調子悪そうだけど大丈夫か？おい、お前！気がついたか、よかった。心配したぜ。医者が言うには極度の疲れと暑さのせいだって。お前は練習も試合も本当に全力だったからな。でもやりすぎはやっぱり良くないぜ。まさか。俺がいない間チームのこと頼んだよ。こいつまさかあの時の翼の頼みを果たそうとしてるのか。いや、ダメだ。お前は翼じゃないんだ。石崎、明日からしばらく練習を休め。休んで体を回復させるんだ。分かったな。よし、みんな片付けに戻ろう。こいつの荷物は俺が片付けるからよ。
大丈夫か、翼。倒れてたまるか。翼。さあ、行こう、みんな。さすがに疲れが溜まってきてるな。あ、いってて。滝、足首どうかしたのか。ああ、前の試合でちょっとな。でも大丈夫さ。さすがにみんな、ここまで来ると細かい怪我もしてるし、コンディション万全とはいかないよな。残りは、武蔵中と東邦学園か。東邦学園はヒューガが戻ってきて、当たり前のように全勝してるぜ。ああ、映像で見たけど、みんなレベルアップしてるし、何より自信を持ってプレーしてたな。やっぱり全国大会で俺たちと同時優勝したのが効いてるんだろうな。武蔵中もかなりのものだったよ。特に見過ぎは絶好調に見えた。ああ、東京都大会決勝の時からさらにスキルアップしてる感じだったな。それに見過ぎ以外の選手も全国大会に出られなかった悔しさをぶつけてる感じで気合が入ってたぜ。その武蔵中が次の相手か。小学生の時、武蔵 FC との試合では見過ぎ一人にだいぶやられたんだよな。でも見過ぎを抑えなきゃ試合はかなり厳しくなる。こいつは大変だぜ。そういえば石崎、翼から何か連絡はあったか。いや、来てないな。そうか、リハビリにうまくいってないのかな。そんなはずはない。多分それだけリハビリに集中してるんだ。俺は翼を信じてるぜ。石崎。お前なんで来たんだよ。練習休めって言っただろ。お前、サッカーが夢か。お前はそこまで。まだ試合は残ってるんだ。こんなところで無理しなくても。そうだぞ、無理して体を壊したら何にも。負けだぜ。え？俺の負けだ。考えてみりゃ、お前がレギュラーチームに入ったのはその元気とガッツのおかげだもんな。分かった、お前の覚悟キャプテンとして俺が受け止めてやるよ。お前は本当によく似てるぜ。ほら、練習するなら着替えてこい。いいのか石崎。今のあいつは全国大会の時の翼と同じだ。あそこまで本気のやつを止めることは俺にはできない。確かに、さっきのあいつはあの時の翼の雰囲気によく似てたな。あいつも翼と同じように夢のために全力を出せる男ってことか。だったら俺たちはあいつがまた倒れてしまわないように先輩として支えていこう。うん、そうしよう。さあ、後輩があれだけ頑張ろうってんだ。先輩の俺たちが疲れたの痛いのは言ってられねえぜ。みんな、俺についてこい。俺たちの夢のために今日も目いっぱい頑張るぞ。ああ、よ。へえ。
何？頑張ろう。ストレス。よし。すごい。
よし。頑張れ。よし。何？くそ。
ありがとう。ああ、頑張ろう。
よし。頑張って。